ザ・ファースト、スラムダンク、まあいろいろ公開前は騒がれておりましたけれども、今年の映画レビューの中では一番混んでたね。客層はどれくらいかっていうとちょっとはっきりはわかんないけど、まあ俺と同じか若い子のが多かったような気がします。お客さんの入りはスズメの戸締まりとかその他のクソ映画とかに比べるとスラムダンクはもう圧倒的に埋まってました。俺の横も俺の後ろも埋まってたんで、まあ7割から8割ぐらいは埋まっとったんじゃないかなって思いますけどもね。まあツイッター等の SNS ではですね、その予告出た時点のその反発に比べると実際の作品はいいんだっていう、こういうのが大きく見えるかな。で、変わらずやっぱりね、文句言う人もいます。原作愛が足りないとかね。まあその原因の一つとしては声優の入れ替えもあったんですけど、その映画に関わった人があまり原作を大事にしてないんじゃないかとか、その原作愛を感じられない、その新しいスラムダンクを作ろうとしすぎてしまって、その元のスラムダンクをあんまり知らないような人たちが作ってるから、スラムダンク大好きなファンの人たちは怒ってるわけですよね。なんかもっとスラムダンクが詳しい人たちとか愛してる人たちに作ってほしかったっていう、そのクリエイターの新しいものを作りたいって気持ちはわかるんだけれども、やっぱり元を大事にしない限りやっぱ愛される作品にはならないだろうって言ってね、かなりねバッシングがあって、で実際公開されたんだけど、やっぱそういう人たちは首かしげてましたね。なんか見たけど何か悔しかったとか、これはこれで新しいスラムダンクなんだろうけれども、スラムダンクであってスラムダンクじゃないような感じがしたなど、まあ批判的な感想も、見られました。でまあ僕今日見てきたんですけど、そうですね、ある意味その予告でハードルは下がったよね。その1本目の特報ってさ、もうなんかタイマーみたいな時計みたいなのがこうカウントされていくだけの、本当にすごいシンプルで、流れてきたんだけど、あの時とかスラムダンクすげえかっこいいな、ね、シックでかっこいいなっていう声があって、その後からだんだん、こう、何本も出てくるんですけど、最終的に声優がバンって出てきた時にガクッと落ちて、声違うじゃねえかっつって、反発あったわけで、僕もそこで、がっかりもしたし、さっきも言ったけど、原作の終了から26年ですよね。なんで、っていう気持ちがあって、まあハードル下がった中で今日見たんですけど、まあまず一つ気になったのはこのザ・ファーストって何なのかなっていう。俺は公開される前に一つの、まあ想像なんだけど、ファーストってあるんだったらセカンド、サードって言って、なんか続いていくのかなって。だからずっとこの湘北高校、まあ主人公たちのチーム、湘北高校っていう名前の高校なんだけど、対戦相手が出てこなかったんですよ。動画で。誰と戦うか分かんなかった。そう。まあ、インターハイからの試合なのか、その前なのかっていうのも分かんなくて。で、まあ、バーンってキャラが出てきた時に、桜木花道が坊主だから、あ、じゃあ、時系列的にこうなんじゃないかって言って、いろいろ考察されてきたんですけど、結局、そのザ・ファーストの意味って何なのか、ずっと考えさせられながら2時間ぐらい見てましたけど、まずね、その、声優に関してなんだけど、思ったより違和感はなかった。なんか予告見た時はすっごいそこに集中するから、うわ、めっちゃジャイアンやんと思って、桜木花道がジャイアンやんと思ってめっちゃ嫌だったんだけど、映画で通してみると、なんか、まあ、もちろん違うよ。声優さんが入れ替わっててもちろん違うんだけれども、なんかそこまでなんかこう、違和感というか、なんかすごい嫌悪感までは至らなかったです。あ、もちろん違うから、あ、違うなとは思うんだけども、あ、これはこれで、一つのスラムダンク、これはこれで一つの桜木花道だとか宮城亮太だとか流川楓だっていうような感じで、なんかその嫌悪感まではなかったっす。そのツイッターとかですごい批判してる人のような全然違うとかって、なんかちょっと残念な気持ちっていうよりかは、あ、なんかこういう新しいスラムダンクを作りたかったんだよなっていうのは感じたので、なんかそのやっぱ動画だとすごい短くてそこにすごいスポットを置いて集中しちゃうからすごい批判も出るんだけれども、一つの2時間の作品として見ると、まあ別にそこまで、嫌悪感はなかったですね。んで、まあ内容に関してなんですけど、わかりやすく言うと、まあ、湘北高校の、一人のキャラクターを中心に描かれています。要するになんかバラバラにわーってこう書くんじゃなくて、まあ試合もあるんだけど、まあ試合だけバンってやっても、スラムダンクを知らない人が映画を見たら、一人一人のキャラクターが誰なのかよくわかんないじゃん。
そうポイントガードの宮城は何なのとかさ、桜木花道は何なのとか、ルカ楓が何なのっていう感じなので、そのある程度初めて見た人がそのキャラに気持ちが入るように、湘北高校の一人のキャラクターをまず中心を決めます。で中心を決めて、その中心からこうバーッとこうストーリーが広がっていくような感じです。で、あの試合だけやっちゃうと多分30分ぐらいでその映画の作品が終わってしまうので、その中心となったキャラクターの過去っていう部分のストーリーを持ってきて、ほんでまあ湘北高校ってこうやってつながっていって今のチームがあるんですよっていうような形になってるんですよね。なので、あの試合をしながら、ところどころこう挿入していく感じです。バーって試合が始まって、いいシーンのところにふわっとこう挿入して過去を入れます。でまた試合が続いていって、スパッと切って、挿入していくっていう、試合過去試合過去試合過去みたいなような感じです。うん、なので見ててなんかそのおそらくね、あの感想を持つ人でちょっと過去しつこいなって思う人はいるんじゃないかなっていうふうに思います。多分試合を最初から最後まで通しで見たいなっていう人からすると、なんでここで切るのかよっていう、要するにテレビ見ててなんかやたらと CM 挟まれる感覚に近い。うん、過去はすごい 大切だよね。だって知らない人が見たらキャラ知らないから、うん、このキャラなんだろう、あのキャラなんだろうってなるから、まあもちろん入れないといけないのはわかるんだけれども、その試合過去試合過去っていうのがずっと繰り返していくことに、だんだんちょっとこう疲れてくるというか、あ、また挟んでるわ、また挟んでるわっていうところがあるので、まあでもこういう作り方しないと、その原作から知っているファンの人と、今回スラムダンクって映画があるんだって言って初めて見た人が楽しめる作品を作れなかったのかな、まあこうせざるを得なかったのかなっていうのはわかる。うん。まあ、あとなんだろうね、原作の井上雄彦先生は、その中心となったキャラクターが好きなのかなっていうふうには思ったよね。まあ、あと、まあ、ここは言っていいか、まあまあ、予告でもわかるんで、ある程度わかるんで、まあ、真ん中の選手が中心なんですけど、そのバスケットボールの試合、バスケットボールのルール上、ポイントガードがチーム、ポイントガードがさ、ゲームメイクしていくじゃないですか。ボールを基本的に中心として持っていって、パスを出していってっていうところなので、なんで、まあ、ファースト、真ん中、中心というところで、まあ、このキャラクターに、まあ、スポットを置いて話を進めたのかなっていう感じはしましたけどね。うん。ここでじゃあ、まあ、それか、あとはキャプテンの赤木だよな。うん。赤木っていうところですけど、まあ、どっちかもしかしたら迷ったのかもしれないしね。ここでじゃあ、桜木花道中心ってなるよりかは、その、チームメイクって意味でそうしたのかなとかって想像もしましたけど。あと CG の違和感なんですけど、なんか、予告見ると血が通ってないようにすごい見えたんですけどね。まあ、ここはうまくやられたのかなっていう、その過去のストーリーも含めてっていうところで、うん。もう、あんまり違和感はなかったかなっていう感じです。まあ、綺麗に、楽しく。まあ、音も良かったし、見れたかなっていうのと、あとは、やっぱ最新の技術が使われているというか、鳥肌が立ったのはね、やっぱラストだね。うん、ラストに関しては、もう正直、予告を批判して申し訳ありませんでしたって言いたくなるぐらい、ものすごい作りになってる。小細工がないっていう感じかな。ほんと最後の、まあ、原作読んでるんで内容はみんなも知ってると思いますけども、その、映画で見ると違うじゃないですか。その原作をどう映画で表現するかっていうところがあるんですけど、予告見た時に原作はいないじゃねえかってすげえ思ったんだけど、あそこだけ見ると、あ、大切にしてくれてるなってのもわかるし、だけどやっぱり今のスラムダンク、今スラムダンクを表現するんだったら、どうすりゃいいんだ、どういうのがいいんだっていう、部分も入っていて、ミックスされてて、非常に、なんかいいシーンでした。こればっかりはもう見るしかないかなっていう感じなんですけど、なんかこう、うわちゃ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 ってして、ドカーンっていう感じじゃないんですよ。もう本当に小細工がない。シンプル。なんだけど、あ、でも、こういうのって多分スラムダンクでしか出せんのやろなっていうのはあった。なんか漫画読んでるような感じにはなったよね。本当に心臓がドキドキする感じ。ドク、ドク、ドク、コンマ1秒、1秒を大切にしてるというか、その1秒1秒で試合が変化していく。そのバスケットボールってさ、もう 0.1 秒の世界じゃないですか。なんかそこがなんか描かれているような感じがして、まあ確かに前半部分ね、ちょっと過去がしつこい部分はあったし、
まあそこそんなにお涙の部分書くんかなとかあるけどね、多分映画館で泣いた泣いたって言った人は多分そこで泣いたんじゃないかなと思いますけど、うん、なんならもっと試合をちゃんと見たかったっていう人もいたかもしれないですけどね。だけど実際ね、バスケットボールの試合をですね、まあ YouTube の動画とかでも見ることできるんで見てもらったら分かるんですけど、結構淡々としてるんですよね、バスケって。マジで野球とかみたいにさ、結構じっくり行くっていうよりかは、バスケってもう点取って点取って点取ってみたいな感じで、狭いコートの中をひっちゃかめっちゃが多いでパン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 っていくので、結構ね、シンプルでね、展開が早いんですよね。なんで、本当に試合だけを描いてしまうとかなり極端に短い作品になってしまうので、その、目まぐるしくその展開が変わるっていうのを、まあ、表現するっていう意味では正解だったのかなって思います。で、そこに、その過去を入れていくっていうところでね。あとね、その原作と映画の違いとしては、特に前半の部分がわりかしカットされてたね。うん。後半は結構ボリュームあったんですけど、その前半の部分はわりかしさっ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 と言ってですね、前半でも結構名シーンがあるんですけど、まあ、そこは結構カットされてたかな。例えばね、お前は泥にまみれろよとか、ああいうのはないんで、そう、なんで、全部が全部その原作の名シーン、名シーンみたいな、名言集みたいなところで、全てが盛り込まれているわけではないです。はい。まあでも、まあ特に後半部分はわりかし、その忠実に描かれてたんじゃないかなと思うしね。うん。なんか、映画見ながらも原作は蘇ってくるところがあったんですけど、前半わりかしスーッと言って、過去に結構こだわってたかなっていう感じはしますね。で、漫画読むと、原作読むと、かなり山王の選手とかも一人一人のキャラクター濃くて、面白いんですけど、やっぱりその、湘北高校にとって山王工業と戦うってすごいことで、まあ日本最強、最高のチームなんですよ。その、スラムダンクの世界の中ではその戦う山王工業高校ってすごい強いんですけど、正直、映画で、まあ、今回の形で表現するとき、山王じゃなきゃダメだったのかなっていうところはちょっとあったよね。だから もうちょっとなんか山王についての深掘りが欲しかったのかなっていう、その割かし淡々としすぎてしまって、その山王のものすごい強者感っていうところが、その CG とストーリーで伝わりづらかったかなっていう。湘北は十分に伝わったんですけど、その対戦相手が、こんなに強いぞっていうのが、やっぱ漫画を読んでる、原作を読んでる身からすると、映画ではちょっと難しかったかなっていう感じかな。あと、酷評するならば、まあ、ぶっちゃけダイジェスト。ダイジェストにお涙つけただけっていう感じかもしれないです。酷評するならね。酷評するなら、ダイジェストにお涙を付け加えた作品です。それを現代の CG 技術で綺麗に見せた。ね、音で綺麗に見せたっていう。音楽で綺麗に見せたという作品です。悪く言えばですよ。悪く言えばそんな感じです。でもよく言えば、まあ今俺が喋ったような感じになるんですけど、原作中を大切にしてないっていうことはないんですけど、ちょっと新しいことに挑戦したさすぎたかなっていう感じはしたよな。階層の入れ方とか過去の部分にしてもそうなんだけど、別にそこまで新しいことやらなくてもいいのになっていう感じもするし、あと一番気に入らんのはオチ。最後のシーンは俺はもう超高得点100点に近いぐらい上げたいんですけど、オチがわけがわからん。もうこれは見てもらったらいいんですけど、いらんあれ。何あれ。いや、原作通りので終わりゃいいのに、ねえ、それか、本当に原作通りの天才ですからでもいいじゃないですか。あれは何っていう、あれはいらんかな。謎すぎる。もうここはちょっとネタバレになるから本当に言えない。お前らも我慢してあげて。見てない人いるからね。まだ二日目だから。二日目だから言っちゃダメだよ。でも、あれ見たらわかるよ。いや、あれ、どうなん？あれありなのかな？あれは次の布石なのかな？やっぱザ・ファーストだからってことなのかな？なんかね、思った。スラムダンクのファンってくっそめんどくせえな。うん。一つ思うことがね、スラムダンクのファンってめんどくさい。もうね、新しいことやれば批判するしね。今までのやつだけを流してたらダイジェストって言うしね。もうスラムダンクのファンってまず一つめちゃめちゃめんどくさいよな。めちゃくちゃめんどくさい。で、これ続き気になるとか言って、原作にないものをなんか映画で作ったら、それはそれでスラムダンクじゃないとか言ってめちゃめちゃディスられるんよ。ほんで、じゃあ、
その原作のままだけで映画やったらダイジェストじゃんとか言って、なんか新規のファンを大切にしてないとか言われるんですよ。だから何やったってスラムダンクって言われるんですよ。だから思うのは、やっぱ伝説は伝説であって、伝説の漫画は触れちゃいけないんですよ。だからスラムダンクって終わってないんですよ。第一部完なんですよ。だけどそれでいいと思うね。もうね、もうやんない方がいいかもしれない。今回はすごい新しい挑戦で、それ自体は素晴らしいことなんだけど、何もやんない方がいいかもしれない。うん。っていうところだよね。うん。まあだけど、まあ俺は見てよかったかなって思う。あともう一個ね、そのオープニングの部分もすごい良かったっす。その湘北高校が紹介される前のところが1シーンがあるんですけど、動いてる!と思って、もうなんか あそこの部分でお金払ってよかったなと思ったっすね。選手たちがバーって出てくるところがあるんですけど、まあとあるシーンでね、あれはすごいなんか良かったわ、しびれたわ、うわっと思って、点数つけるとしたら75点の減点はあのオチがよくわからなかったかな。やっぱそこだよね。あれが違ったらもっと点数高かったんですけど、いや別に泣きはしないかな。泣きは鳥肌の方が立ったっす。涙よりやっぱり漫画読んでたんで、漫画をイメージしながら映画見るじゃない。ブルッとくるところはあるよね。見終わった後に思ったのが、原作中と言われてもしょうがないんですけど、やっぱ原作最高っす。やっぱ原作最高です。やっぱ漫画は漫画だなって思ったな。なんかね、ちょっと物足りんのよね。やっぱしょうがない。映画館の中で限られた時間の中で、試合を見せなきゃいけないって言ったらしょうがないんですけど、なんか足りないんですよ。ごめん。でもそれがはっきり何が足りないかまではちょっとよくわからないんですけど、見てたらわかるんだけど、なんか足りない。一個一個がなんか足りないんですよ。ワンシーンワンシーンが70点ずつって感じです。原作は100点なんだけど、映画にするとワンシーンが70点になっちゃうんですよ。微妙に足りないんですよね。え、そこはなんかもうちょっと、そこはなんかもうちょっとみたいな。そう、桜木花道の危機感もなんかちょっと足りんよなっていう。なんか三能のインパクトってもうちょっとあるよなとか、流川と沢北の対比とか、なんかスルーっといっとるなっていう感じがして、まあでも映画だからなっていう、かといってなんか見て残念だったとかそれはない。だから好きな人が見たら見て損だったってことはないと思います。なんか原作めっちゃ好きで見て損ってのは、もうはっきり言ってちょっとおかしい人だよ。それは多分スラムダンクだけじゃない。俺も放送やってるからさ、子さんと新さんがいてさ、俺の目から見えるじゃん、いろんなリスナーが。やっぱ本当に好きだったら見るし、本当に好きだったらやっぱどこかは受け入れるよね。全部は批判しないんですよね。批判するとか批判するけどね。っていうところで、ただのなんかもうで文句ばっかり言ってもしょうがないからね。いやでもね、ほんと最後のところはすごいよ。あ、もうほんと口からこぼれそうだけど、でもあれ見るのにみんな1900円払うだろうから、すごいよね、あれね。あれはなんか心臓バクバクするよね。あの表現は、あの表現だけを見に行くべき。息が止まる。あれ素晴らしい表現だね。もっとなんかうるさいのかなと思ったんだよね、いろいろね。声の違和感がね、意外となかったよね、俺はね。なんかジャイアンだと思って聞いてたら、それはジャイアンに聞こえるんだろうけど。どっちかっていうと、三能の丸ゴリとかの方が違和感あったね。丸ゴリの声可愛くねみたいな。丸ゴリこの声なんていう、どっちかっていうと、なんかその湘北高校のキャラっていうよりかは、その対戦相手の山王の川田とか丸ゴリの声がなんかちょっと違和感があったりとかっていうのがあったけど、まあ別に湘北に関しては、その確かに花道はシーンによっては確かになんかんってなるけど、それ以外は別に問題なかったかな。宮城も良かったし、沢北がこうシュートをね、リングに向かって決めるときに花道が返せって言うんですけど、あそこも確かなんかちょっとお笑いの方に行ってたよね。なんかね、まあ、ちょっとね、ごめんね、ちょっとネタバレになっちゃうけど、そういうところの違和感はちょっとあったかな。なんか若干なんか映画館で笑いがあったもんね。笑いのシーンじゃねえけどなっていう、探せばなんかちょっとうんと思うところはあるけどね。でも
それ以上にいいところもあったんで、結果良かったかなっていう感じなんだけど、今年一確定、いや呪術廻戦とかの方がいいよいや映画単体で見るんだったらその原作っていうのがあまりにも大きすぎて、漫画がね、うん、スラムダンクっていう漫画が大きすぎて、その映画いろいろ言われがちなんだよね、うん、だからその原作を置いておいて一個の映画、原作を元にした一個の映画として見るならば、スラムダンクよりいい映画はあるんじゃない。試合加工、試合加工、試合加工の運びが個人的にはあんまり好きじゃないんで、まあでもしょうがないなと思う感じだね。疲れてはないんだけど、めちゃくちゃトイレ行きたくて、映画見ながらめっちゃ混んでるからトイレ行けなくて我慢してたんだよね。だから俺の中でも試合だったんだよ。残り時間が少なくなってきてんだよね、俺の膀胱が、うん、チッ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 チみたいな持つかなと思って、でもここ離れたら、ここ離れたら大事なところ見落とすかもしれないと思って、すごい我慢してたんだよね。原作とかアニメ一度も見たことない人も楽しめます。いや、絶対原作知らない人の方が楽しめると思うよ。映画は映画だよ、やっぱり。どんな作品もそう、呪術もそうだし、ワンピーもそうだけど、やっぱ映画は映画だわ。うん。もうね、映画に原作とかもう言っちゃあかん。もうどんなアニメもそう。どんな漫画もそう。やっぱ原作はやっぱ原作。映画は映画。その原作を好きすぎて映画にまで原作がっていうのはもうあかんやろうね。それはもう年寄りの考えやわ。今回のスラムダンク見て思った。もう原作が好きなら原作だけ見ときゃいいわ。映画館は映画館だから。そう。だから原作だけを表現するんだったら、じゃあ原作でいいわけじゃないですか。そう。やっぱり映画のあの限られた2時間の中で表現しなきゃいけないっていうんだったら、やっぱその原作を元にしながらも、違う形で作らざるを得ないし、やはり過去と同じものを作ってたら今の2022年ではないから、全く新しいスラムダンクになるのは仕方がないことなので、まあ見てみては思ったね、それはね。だからこれからそのいろんな作品が原作を元にして映画館で見ることになると思うし、いっぱい出てくると思うけど、まあ映画館のもの、映画作品として見なかんわなとは思ったね。だから井上先生がインタビューでさ、こんなことを言ってた。そのスラムダンクという意味では根っこは同じなんだけれども、その根っこから生えてくる木っていうのが原作 の26年前に終わったスラムダンクが一つあって、で今またもう一つのスラムダンクがあって、でも深く深く根っこを見ると同じスラムダンクなんだよ、いろいろ批判もあるけど、でも新しいスラムダンクを表現したって言ってたんだよ、今回のスラムダンク。ではでもそれは本当作者井上先生の言う通りやね。うん、こういうスラムダンクを作りたかったんだなってのはすごい伝わった。でもそこに見る人の感想としていいよって人もいれば、違うよって人がいてもおかしくはないよね。まあ、それはしょうがない。うん。だけどまず26年経ってこういう映画を作ってくれたことに、まあスラムダンクを動かしてくれたことに感謝でありがとうって言いたいね、井上先生にはね。息を吹き込んでくれたことにはすごい感謝だね。映画館で見ることができたのがね、本当にそこは感謝したいなと思います。ごめん、なんか批判とか悪口言うのを楽しみにしてたかもしれないけど、やっぱりそれはクソ映画にしかできないことで、俺やっぱスラムダンク好きだから、見る前はめっちゃ文句言うけど、見たらやっぱ文句があんまり出てこないんだよね、やっぱ好きだから。うん、だって好きだもん、しょうがないよ。うん、だって好きで見に行ってるからさ、何も知らなくて見に行ってるわけじゃなくて、批判しに見に行くわけじゃなくて、どんなに予告がクソだろうが、やっぱスラムダンク好きだもん。うん。だから、なんかやっぱいいとこ探しちゃう。悪いとこも見えるけど、やっぱいいとこ探しちゃう。そこはなんか、他の映画と公平なレビューができてなくてもごめん。それは申し訳ない。ちょっと俺の主観がかなり入ってる。俺の感情、好きが入っちゃってるから、なんかちゃんとしたレビューできなくてごめん。うん。それ謝る。だけど、花道の過去やってほしかったよね。ないんだよ。言っていいのかな？でも、なんで花道の深掘りがないんだよ。ねえ。ねえ、マジで。一番大事じゃん。もう、ちょっと文句言うよ。好きだからこそ文句言うよ。なんで花道に深掘りがないんだよ。ねえ、ルカは空気だよ。ここだろ、ここ。そういう意味でザ・ファーストだったら許す。
次にあるんだったら許すよ。でもないんだったら、第一部カンと同じだよ、お前ふざけんなってなるからね。スラムダンクのファンは第二部待ってんだから。バガボンドやリアルも大事だけども。ね？で、映画になって、26年経って、ここはよっていう。うん。そういう意味では、セカンドあんのかなと思っちゃうよね。正直、セカンド出てほしいですか？完全オリジナルストーリーだったら、ちょっとなんか、微妙な感じするかな、俺は。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。